こんにちは。クラスメソッドコンサルティング部所属の阿部です。AWS WAF の導入と運用をテーマにお話しします。このセッションでは、AWS WAF の導入を検討中の方に向けて、WAF とは何なのか、WAF の導入前に検討すべきこと、AWS WAF でできること、AWS WAF の運用の4つのポイントでご説明します。最初に WAF とは何なのかについてお話しします。ウェブアプリケーションファイアウォールを略して WAF と言います。WAF はウェブアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃からウェブアプリケーションを保護するセキュリティ対策として利用される製品や技術のことを言います。ウェブアプリケーションファイアウォールというと、ファイアウォールと似たような印象を受けますが、異なるものです。ファイアウォールは送信元 IP アドレス、ポート番号や宛先の IP アドレス、ポート番号で通信を許可あるいは拒否する製品や技術です。0の0の0のすら0を指定すると、すべての IP アドレスから接続を許可することになります。ウェブサーバーを公開すると世界中からアクセスされます。正しく意図通りにアプリケーションを使ってくれるユーザーもいますが、悪意を持ってアクセスしてくるユーザーもいます。正しいユーザーの通信も、悪意を持ったユーザーの通信も、HTTP、つまり TCP の80番ポートで接続しますので、ポート番号という観点では同様になります。見分けがつかないということですね。ですから、セキュリティグループのようなファイアウォールでは、公開ウェブサーバーに行われる悪意を持ったアクセスをブロックすることができません。WAF は、ウェブアプリケーションへの通信内容を検査し、通信内容のパターンから通信を遮断することができます。通信内容を検査できる点がファイアウォールとは大きく異なります。ここでおさらいですが、WAF はウェブアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から、ウェブアプリケーションを保護するセキュリティ対策として利用される製品や技術です。ウェブアプリケーションの脆弱性についてフォーカスしたいと思います。そもそも脆弱性とは、セキュリティ上の欠陥のことであり、セキュリティホールとも呼ばれます。脆弱性をイメージしていただくために、DVWA を使ったデモをご覧いただきます。デモには DVWA を使います。DVWA は、ウェブアプリケーションの脆弱性を意図的に実装したアプリで、脆弱性の学習などに利用できます。今回は EC2 で DVWA を動かしていきます。DVWA のこの画面では、ピンを使った疎通をテストできるアプリケーションを実行できます。フォームに IP アドレスを入力すると、ピンが実行され、結果が表示されます。同じ VPC にいる EC2 に対して、ピンを実行すると、疎通できたことがわかります。この EC2 に4回送信して、4回それぞれ受信できたということがわかります。今度は IP アドレスだけではなく、IP アドレスの後ろにセミコロンを入力し、CAT エトセパスワードという、エトセパスワードを表示する OS のコマンドを入力し、実行してみます。すると、OS 上のエトセパスワードファイルの内容が表示されます。上の方はピンの実行結果で、ここから下がですね、エトセパスワードの内容になります。本来、エトセパスワードファイルは外部のユーザーには見せたくない情報です。フォームのセミコロンでピンコマンドを終わらせて、外部からエトセパスワードコマンドを実行させることができました。キャットエトセパスワード以外のコマンド、例えば ls コマンド、こちらも同様に実行ができます。セミコロンでピンコマンドを終端させ、下の方を見るとですね、ls コマンドの結果が表示されていることがわかります。これはコマンドインジェクションと呼ばれる脆弱性です。この脆弱性を利用した攻撃というのを見ていただきました。コマンドインジェクションなどの脆弱性から WAF を使って保護する方法として、拒否リストを使う方法と許可リストを使う方法があります。
拒否リストを使う方法では、不審なパターンを定義しておき、通信がパターンに一致した場合にブロックします。許可リストを使う方法では、正しいパターンを定義しておき、通信がパターンに一致した場合に許可します。拒否リストですが、先ほどのデモの場合は、OS のコマンドに一致するパターンです。製品としての WAF は拒否リストを持っていることが多いです。WAF を導入するときに、用意されている拒否リストを使うと、比較的楽に導入ができます。許可リストについて、先ほどのデモの場合は IP アドレスに一致するパターンです。アプリケーションごとに正しいパターンは異なりますので、アプリケーションごとに許可リストを作成する必要があります。拒否リストと比較すると、個別の対応が必要になりますので、導入コストは高くなります。運用という観点でも、アプリケーションのアップデートだったり、新規機能の開発に合わせて許可リストを更新していく必要があるので、コストは高くなります。WAF の導入前に検討していただきたいことについてお話しします。そもそも脆弱性が存在しなければ、脆弱性を悪用した攻撃は成立しません。DVWA のデモはですね、コマンドインジェクションの脆弱性があるから攻撃が成立し、OS 上のファイルが見えたわけです。現在の技術では、脆弱性の存在しないアプリケーションは作ることができません。今日の時点で脆弱性がなくても、明日新しい攻撃手法が見つかるかもしれません。脆弱性とうまく付き合っていくために、脆弱性をなるべく作り込まないこと、最新版のパッケージを使うこと、ウェブアプリケーション診断を行うことが大切です。それらの対策を行った上で WAF で保護することでリスクを小さくします。アプリケーションの更新ができない環境に WAF が導入されるケースもありますが、リスクが残る点は認識しておく必要があります。どの WAF 製品を導入するか検討する際はですね、運用レベルの要求を考えることをお勧めします。許可リストで保護するのか、拒否リストで保護するのかがポイントになります。拒否リストの場合、アプリケーションごとにルールを作成、アップデートする必要があるので、難易度が高くなります。他にも24時間365日の監視をするのか、ルールのチューニングをどうやって対応するのかもポイントになります。ルールの作成や監視、チューニングを委託する場合は、委託先がサポートしている WAF 製品を利用することになるかと思います。WAF 製品の選定にあたり、WAF の形態についても考慮すると良いです。AWS WAF は AWS のサービスの一つです。クラウド型の WAF では WAF を SaaS として利用できます。ホスト型の WAF は EC2 として WAF を動かすタイプです。AWS WAF の特徴としては、安く早く導入できる点が挙げられます。リクエスト数による課金があるので、環境によってかかる費用は大きく異なるのですが、数百円レベルから利用できます。実際に月額数千円で本番環境で使っていただいているお客様も多いです。AWS WAF ですが、ALB クラウドフロント API ゲートウェイに適用して使います。ですから、EC2 だけの環境には導入できません。ALB やクラウドフロントを導入する必要があります。ALB 以外のロードバランサー、例えばクラシックロードバランサーには導入できませんので、ALB への切り替えが必要です。環境によっては、EC2 上のミドルウェアで ALB にルーティングするような使い方をされているケースがあります。この場合、EC2 の下にある ALB に WAF を導入してもいいんですけれども、一番上の EC2 を保護できないので、ユーザーの通信をまず受ける箇所に ALB かクラウドフロントを導入するといいと思います。クラウド型の WAF は DNS を使って一旦外部でトラフィックを遮断する動きをします。問題ない通信だけ AWS 環境にルーティングします。費用などの特徴は製品によって異なります。www.example.jp というサイトの場合、このドメイン名を名前解説すると、ELB だったり EC2 の IP アドレスが返り、ユーザーは AWS 側に接続できます。クラウド型の WAF を利用する場合、ドメインの名前解決をしたら、クラウド型 WAF の IP アドレスが返り、通信が WAF を通り、問題がない通信が AWS にルーティングされます。
ホスト型は EC2 としては動かす製品です。仮想アプライアンスやバーチャルアプライアンスと言われることがあります。製品によってはオンプレミスで利用している製品を AWS 上で同様に動かすことができます。オンプレミスの経験を AWS でも活かすことができますし、オンプレミスのセキュリティレベルを AWS 上でも維持できる点がグッドです。デメリットとしては、オンプレミスでも同様かと思いますが、ファームウェアのアップデートや冗長化をユーザー側で行う必要があります。費用としては、製品のライセンス費用と EC2 の費用がかかります。ここからは、コストや導入の手間の観点で優れている AWS WAF でできることについてお話しします。AWS WAF でできることですが、AWS WAF ではユーザーが自由にルールを作成できます。ルールは通信のどこの部分をどのようになっているのかというパターンを定義して作ります。スライドの例では、ボディを変換せずに評価し、キャットという文字を含むパターンを定義しています。このようなルールをユーザーが一つ一つ作成していくのはなかなか難しいケースが多いので、マネージドルールと呼ばれる AWS やベンダーが用意したルールを使うことができます。マネージドルールは拒否リスト型のルールです。AWS WAF コンソールからマネージドルールの一覧を確認できます。スライドには AWS WAF コンソールのキャプチャーを映しましたが、AWS が提供するマネージドルールの他にも CSC 社、F5、Fortinet など AWS のパートナーがルールを提供しています。マネージドルールの中には複数のルールがあります。AWS が提供するコアルールセットというマネージドルールの中には、キャプチャーはほんの一部ですけれども、ノーユーザーエージェントヘッダーというヘッダーにユーザーエージェントがセットされているか確認するルールや、ヘッダーやクッキー、ボディ、URI などのサイズ制限に関するルール、SSRF に関するルールなどがあります。AWS が提供するマネージドルールについては、ユーザーガイドで詳しい内容が説明されています。例えば、サイズ制限のルールですと、URI は最大2048バイトまで、クッキーヘッダーは12,40バイトまでというルールだとわかります。AWS が提供するマネージドルールを利用する場合、コアルールセットと基地の不正な入力をベースに用途別のルールを追加すると良いと思います。コアルールセットは一般的な脅威に対する保護を提供します。PHP や Linux などのルールは実際のシステムに合わせて選択します。WAF のルールには WebACL Capacity Unit という考えがあります。一つの WebACL には1500ユニットまでルールを設定できます。コアルールは700ユニットを消費します。基地の不正な入力のルールは200ユニットを消費します。ですから、用意されているマネージドルールをすべて適用するといったことはできません。通常の使い方をしていればですね、上限の1500を上回ることっていうのはほとんどないかなと思います。マネージドルール以外にもよく使われるルールがいくつかあります。レートベースルールは、5分間に閾値を超えた接続があった IP からの接続を閾値が下回るまでブロックします。ずっとブロックすると、一つの IP アドレスを共有して接続しているユーザーの環境の場合に、他のユーザーにも影響が出てしまいます。閾値を下回るまでブロックというのは、個人的にはいい仕様じゃないかなと思います。ボットコントロールは比較的新しい機能ですが、導入を検討する価値があります。ボットからの接続状況の可視化やブロックができますので、一旦導入してボットの接続状況を確認し、ブロックするのかどうなのか、検討していただくといいのかなと思います。詳しくはブログをご覧ください。WAFCHARM という AWS のパートナーである CSC 社が提供するサービスを紹介します。WAFCHARM は CSC 社が提供する AWS WAF の運用を支援するサービスです。AWS WAF を使って保護するのですが、
ルールのカスタマイズを CSC 社に依頼できたり、メール通知やレポート機能を利用できます。メール通知はクラウドウォッチアラームでもできますが、メール通知の本文に検知したルールや送信元 IP アドレスなどは含まれません。メール通知の内容をリッチにできる点で WAFCHARM は優れています。WAFCHARM の詳細はブログがありますので、そちらもご覧ください。WAFCHARM は本番環境でもよく使われています。AWS WAF の運用についてお話しします。AWS WAF ですが、カウントモードで導入し、問題がないことを確認できたら、ブロックに変更して使います。ログを S3 に保管できるので、アテナでログを確認すると良いと思います。AWS WAF に限らずですね、WAF はルールが意図しないブロックをしてしまうことがあります。例えば、クエリストリングのサイズ制限のマネージドルールは、クエリストリングが2048バイトを超えたらブロックします。一般的には、クエリストリングが2048バイトを下回るだろうということでこのルールがあるわけですけども、アプリケーションによっては2048バイト以上のサイズになることもあって、その場合アプリケーションが正しく動かなくなってしまいます。マネージドルールの場合は、ルール個別にカウントにするのかブロックにするか選べますので、該当のルールだけですね、カウントにする対応を行います。ルールをブロックにして良いのか、カウントにするのか判断する必要があります。判断基準になるポイントを紹介します。許可されるべき可能性が高いケースとしては、自分の拠点の IP からの接続、IP 制限された開発環境があります。この2つはですね、関係者からしか接続しないはずですので、脆弱性診断だったり、ちょっと内部で変な通信をしていない限りはですね、基本的に許可すべき通信にあたるかと思います。ルールでブロックされて良いケースですが、存在しないパスへの接続であったり、接続パターンが脆弱性をついた攻撃、ホストヘッダーがシステムのものではないもの、ユーザーエージェントが不審なケースがあります。具体例を見ていきます。まず、ホストヘッダーの値が IP アドレスのケースです。通常は、サイトのドメイン名が入っているホストヘッダーに、他の値だったり、IP アドレスがセットされていると、ブロックして良い可能性が高いです。また、ユーザーエージェントの値が Python だったり、コマンドツールの値の場合も、ブロックして良い可能性が高いです。通常は、Chrome のような、ウェブブラウザーの値が、ユーザーエージェントにはセットされています。脆弱性をついた攻撃の例も紹介します。実際にあった攻撃ですけども、コンテンツタイプヘッダーの値にコマンドエグゼのようなコマンドが含まれているケース、FX コードシェル .jsp のようなファイルをプットしようとした通信、クロスサイトスクリプティングのテストと思われる通信が過去にですね、実際ありました。AWS WAF のログを見ると、OS のコマンドを実行しようとしたりだとか、存在しないパスやファイルに接続であったり、プットしようとしている形跡が見えますので、そういった場合は、これはブロックして良いだろうと判断していいと思います。最後にまとめです。WAF を導入することで、Web アプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から保護できます。どの WAF 製品を利用するかは、運用レベル、WAF の形態を念頭に検討されると良いと思います。AWS WAF は、コストや導入の容易さにメリットがあります。ルールが意図しない形で通信をブロックしてしまうことがあるため、導入時はカウントモードでの導入をお勧めします。以上で終わります。ありがとうございました。